明けましておめでとうございます。えー、石倉チャンネルの石倉栄子です。えー、2023年は、えー、食文化を頑張っていきたいなと思いますので、えー、まず2023年の第一弾は、お雑煮で始める食文化を、えー、やっていきたいと思います。えー、さてですね、えー、お正月に、えー、日本の各地にお雑煮と呼ばれる、えー、餅の入った吸い物を食べる収集、 があるのをご存知ですか、えー、このですね、お雑煮の、そうですね、あのお雑煮の感じが各地で違うっていう話なんです。で、これは、あ,のある教科書の、えー、お雑煮マップを持ってきたものなんですけれども、えー、見てくださいね。えっ、ー、と、この四角のね、えー、部分に、えー そうですねえー、角餅を焼く角餅を煮る丸餅を焼く丸餅を煮るあんこ餅なんていう風に、えー、分類をしてでそれからまたあの地図を色分けしてですね、えー、緑色が角餅すまし文化圏すましっていうのはあの濁らないおつゆのことで、えー、お味噌とかが入ってなくてだし、えー、と醤油と塩で味付けしたみたいな吸い、えー、物に 餅を入れててるっていう話ですねでそれから丸餅白餅、えー、丸餅白味噌文化圏、えー、それから丸餅赤味噌文化圏、えー、小豆汁文化圏、えー、丸餅すまし文化圏なんていう風に分類をするわけです。えー、これまさにですね地理の、えー、話で、えー、こんな風にですね、えー、各地を調べて歩いてこんな風な分布があるよっていうところ。 が、あのー、地理でして、えー、食文化っていうのは地理の一分野なんですね。で、えっと、これを見ていくと、えー、新潟県さといくらの雑煮さけ、えー、取れますよね、えー、そういう話ですけどね、えー、それからお、えー、宮城県は焼きハゼハゼが取れるんですかね。はい、えー、東京都は鳥雑煮。 えー、奈良県、大和地方、ね、奈良県の中でも、えー、大和地方の方っていう話ですねはきなこ雑煮、えー、香川県はあん餅あん,あんこが入った餅を雑煮に入れるっていう感じですねでそれから、えー、島根県出雲市小豆汁ですね、えー、それから広島県やっぱり牡蠣が、ね、名産なんで牡蠣雑煮ってことになってますけどもね あと少しこう中央見ていただくと、北海道と沖縄県は、えー、古来よりの伝統的な雑煮文化がないって書いてありますね、えー。これはまあおいおい紹介していくようなことなんですけども、ちょっとやっぱ重要な話ですね。で、知事のあのこの、うん、そうですね、地図を見ていくと、あの中に時々ね、あの大事なことが書いてありますので、 えー、これから先ね、えー、皆さんが地理を勉強していくときにこう「中も大事なんだっていうふうにね、えー、覚えておいてもらうといいと思いますはい、えー、それでですね、えー、今あのー、お雑煮を見ていきましたけども、まあ、そこからざっくりこんなことが言えるのかなっていう話ですね、えー。食文化はどんなことに関連してるだろうっていうふうに考えていくと、まあ、大きく2つね えー、その土地で採れるものは気候風土に、あのー、よっているというか、えー、気候風土に影響されているわけですよね。でそれからあのもう一つはある時代に流行した風習が残ってたりする、えー、それは文化なんですけどもね、えー、そういうところをまあ大きく2つ把握するのが今回の狙いいということです。はい、えー いよいよね、えー、今回の最後の方になりますけども、えー、食文化は地理学の一分野ですで。幅広い知識が必要になってきますで。それを使って学んでいきます。ので、ちょっとね、うわ、大変だなーっていうことがあるかもしれないんですけども、えー、くじけないでついてきてください。はい ではですね、えー、2023年もよろしくお願いします。これからも一生懸命家庭科動画を作っていこうと思います。では、また会う日まで。はーい。